一星のせっこにちは、ひめひめです。いかがですね。今日はとあるところにとある人に会いに行きたいと思います。はい、というわけで I'm in Tokyo City ステーションじゃないですかね。東京ステーションということで、早速ですね、東京駅にいるのでね、まあ、行きたいと思ってるので、ね、じゃあ行きましょう。私は最近もいろんなところに行ってるよ。今日はとあるところに行って、はい、朝ごはんです。スタバキャラメルマキアートで、なんかさ、低脂肪ミルクの変更がいいって聞くんだけど、低脂肪ミルクに変更することを全く忘れて、普通のキャラメルマキアートホット美味しい。そしてグラノーラの入ったブルーベリーヨーグルト最高。さ、結構食べてる人いたね、これ。そう、朝だからだよ、絶対みんなね、結構食べてる。美味しそう、見て、ザクザク。では、いただきます。うん、うん、これは美味しいわ。これハマる。めっちゃ美味しい。ひまちゃん、手違いでチケットがまだ配布されてません。38分、今何分出んの？48分。10分後。大丈夫。大丈夫ね。大丈夫。が研究しないといけないじゃん、いろんなベーグルをね。だからとりあえずベーグルあとね、ここのベーグル食べたことあるんだけど、めっちゃ美味しいのよ。だから食べます。なんか変な箱だし、あれれれれれれ、もちもちふわふわ美味しい。自分のとこっち美味しい。着いたよ。はい、というわけで着きました。めちゃくちゃ広い会室すごいね。てかね、大阪ね、暑いまだちょっと大阪を感じてないんだけど、今ね、ちょっとイトーヨーカドーのスタッフさんからアリオヤオに、なんかリクローおじさんができたっぽくて、ちょっといただいちゃいました。ありがとうございます。大阪と言ったらやっぱさ、リクローおじさんでしょ。今日買おうとました。うわ、やばい。おでは、リクローおじさんのチーズケーキいただきます。うわ、うわ、やん、待って、もうね、ふわふわ。はい、最高。ではいただきます。いるからにふわふわだね。やばいよ、このスフレ感笑えない , 笑ってるやん。うん、うん、シュワシュワ、ジュルジュル、最高。私も今日大阪に来たんですけど、なんか大阪に行きたいよね。
あと4組のお客様です。はい、みんなありがとう。あ、来た、ね、本当にみんな ありがとうございます。大丈夫です。はい、こんにちは。はい、無事イベント終わりました。すごいたくさんのね、みんなが来てくれて本当にありがとうございます。たっぷりね、3時間ですね。お、3時間、はい、もうね、みんなめっちゃ早かったね、3時間。みんなすっごいなんかね、ひまちゃん大好きですとか、ひまちゃんの動画見て元気出ましたとか言ってくれて、ひまも元気出ました、ありがとうございます。というわけで、この後はちょっとしたら、まあ、串カツとか食べたいと思います。みんな大阪のね、お土産とかいいの教えてくれて嬉しかったです。ありがとうね。はい、というわけでみんなからもらったプレゼントもここにあります。みんなありがとうね。ちゃんと一個ずつゆっくりいきたいと思います。ありがとう。うわ、すごい。あ、パックも入れてくれたって言ってた。嬉しい。はい、今回こういうナンバです。大阪ナンバ、ナンバっていう発音が正しいのかな。4階です。4階、うん、じゃあ皆さん、この大阪ビューをご覧ください。じゃん、あれ止まるね。はい、あ、もう4階だ。あ、そうか、3階にいたんだ。はい、427。あ、だから内側だからやっぱそうですよ、うん、はい、逆から来た方が良かったのかな。すごい。あ、はい、なんかすごい横長。じゃあ行きたいと思います。トリプルって、そう、ここね、トリプルがあるからいいんですよ。行くよ。はい、庭付きじゃん。庭付きでしょ。暗いけど、ここなんか電気ないのかな。電気ありそうだよね。あそこの窓からなんかいろんな人が見てる。おもろい。ほら、行った、すごい。へぇー、いけちゃうの。わ、すごい。あ、いけるんだ。いける。噴水。本場4月。いただきます。食べちゃったけど、うん、やばい。レンコンの、もう本当にこれ食べたらどこのも食べれないぐらい美味しい。今からここは道頓堀、ここはそうだね、にあるお笑いライブ行ってきます。お笑い、あの辺やってます。めっちゃおもろかったです。面白かったね。で、なんか4組いたんだけど、すごい全員面白かったですね。はい、ああ、行ってきよかった。お笑いライブ800円、行ってみてください。お得、お得、お得、面白い。
あ、そうそうだ、これほらメモっといたやつ。え、さあ、セアメ村。なんかすごい。あ、これ、うんうん、流血ね。食べたよ、今。あ、そうなんだ。タコさん、東京着いちゃったね。まあ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 、昨日行って今日だから、別になんかすごい長いね時間大阪にいたわけじゃないんだけど、なんか大阪での楽しかった日々を思い出しますね。ポカポカとたくさんのねみんながイベントに来てくれて、でイベントでみんなと会えて話せてすごく楽しかったし、とても嬉しかったです。みんなありがとうございます。あの551でお土産も買ったしね。まあ、なんかいろんなお土産も買ったので、またちょっと東京でたくさん食べたいと思います。また大阪でイベントができたら、皆さんに告知もするのでまた来てくださいね。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。どこの水だろう。スウェーデンとかかな。大阪じゃない。ロマンがない。うわ、